おばあちゃん引きますか。新しい仲間が到着しましたね。よし、チャンスあり。星4以上。ほっ。あ、ちょっと待って。マジかよ。星4以上確定じゃねえのかよ。クソやられた。騙された。あ、そっか。まだ10連だから。危ね危ね。完全に勘違いしてたわ。ちょっと慌てすぎだわ。よし。次は容赦しないからな。やば。ヒーラー来ねえんだけど。これでビビビビビビってなれば、なんだろう、伝説なんだ、伝説じゃねえや、英雄なんですけどね。運命か、運命。少しは強くなっ、これでもね、同じキャラ揃えりゃいいってもんじゃないんだよね。完璧すぎる勝利だった。あ、またネロスさんと当たってる。俺のレギンレイブ活躍してくれねえかな。お、なんだ？え、嘘。あー、そうだよね。アイバン様の勝利だ。待ってくれよ。追加契約。装備ガチガチか。新しい仲間が到着しましたね。もう俺のアナスタシアじゃねえや。レギンレイブ死んでんだけど。でもネロスさんのパーティーにはスクルドいないから、俺的にはいいはずなんだけどね。相性いいはずなんだけどな。あ、でも俺の勝ちだ。あれ、あ、メルパロがいた。エクシードは永遠です。あ、いるの？じゃあ倒したわ、スクルド。ワンチャンあるな。スキルじゃスクルド死なないから。勝ち申した、愉快な気分。勝ち申した、リベンジ完了。リベンジ完了しました。やば、全然減速は勝、全然
伝説が伝説すら全然出ねえ。戦闘で勝利すること。参ったな。ヒーラー来ねえぞ。あ、デバだ。おう、キセンさん、こんばんは。かなりしんどいんだけど。あと今回の装甲娘のイベントもうかなりまずいんだけど、どうすればいいの。頼む、来い。いやー、さすが運命以上は厳しいか。運命が 3% だよね。 4%、 運命以上が 4%。 伝説 15% だよな。あんま出ねえな。あ、デバ欲しい。ごめん、デバに痛い目出ちゃった。新しい仲間が到着しましたね。デバ欲しいよ。どうなんだろうね。でもあのレギンレイブいなくてもネロスさんのパーティー十分強いよ。外したことはネックになってる気がするんだよね。だからミスト外してすっていうのも考えてんだよね。ミスト外してするとまた入れ直すか。勇気は高く買ってあげよう。いやー、参った参った。よし、来い来い来い。ダメか。私の義務を果たす。あ、フリージアだ。2体目。オッケー。いいよいいよ。今メインで使ってるキャラ出てくるのありがたいよ。あ、そうなんだ。次のメンテで ZX3 が来る。ガチャシケ取ればいいか。ってなったら、一番上、エクストラをやるしかないな。知ってしまったか。あ、キベレーって星音なんだ。愉快な気分には。ちょっと希望が見えてきた。反射免疫か。頼む、来い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 。悪党は全員。またアイバン。倒してやる。畜生畜生。行くぜ。新しい仲間が到着しましたね。俺
俺はこのために石を貯めてきたんだ。ずっと我慢して石を貯めてきたんだ。詰まるまでっていうふうに思って。このハンマーでできない。確かになんかよく見るとみんな鼻が赤いね。何キスヤンクさん、それ何 どういうことなの。2777出たらやり直しって。今のところ星5か。最初は確定ですね。簡単すぎた。もっと強い。お、来た。よし、力を貸してあげよう。おお、用意しろ。シャーカン。よし、力を貸してあげよう。用意しろ。4.6、結構いいじゃん。何が起きてる？何が起きてる？絶対に負けないから。何が起きてるんだ俺に一体。バイバラたちに復讐をして。いた。一体俺に何が起きてんだ。こいつはアタッカーだ。とうとうゼオンを外す時が来たか。ありがとうございます。奇跡だよねこれ。え、俺もうキベで出ないこと確定これ。すごいよね、ビビった。頼む、マジで、星4の伝説のヒーラー欲しい。頼む。貴様らに浪費する時間などない。しかも被らない。目的のためならできないことはない。やば、何が起こってんのこれ。同じ11連の中で3体も出たんだけど。勇気が湧いてきた。なんか新しい仲間が到着しましたね。たださ、経験値の書がないんだけど。やばいねこれね。俺明日死ぬのかな。そうだね。あ闇に染まった力、魅力的ではありませんか。何が起こってんだ本当に。闇に染まった力、魅力的ではありませんか。魅力的ですね。何が起こってんだ本当に。もうやばいぞこれ。どうなってんだ。いやー、ネロスさん、なんかそんな気がしてきた。俺も。僕も少しは。やばいね。ジンはそこそこ強いはず。堕落した痛み。ちょっと待ってよ。これめちゃめちゃバットついてんじゃないの？もしかして。これもうバット案件でしょう。
俺の動画のバット比率やばいからな。うん、貯めてた甲斐ある。キベレ、キベレ、カリン、やった。役に立ったなら幸いです。やりました、カリン出ました。キングさんって誰だっけ？キングさんって誰だっけ？無事で何よりです。グリシル。いやー、なんかキベレ当たる気がしてきた。あ、デバだ。またデバ来た。またデバ来たよ。で、次でマイレージが溜まるから、てかあと1回しかどうせ引けないか。ちょうど運命マイレージ溜まりますね。新しい仲間が到着しましたね。いや、早くストーリークリアしたい。あー、今アトラの3、アトラで3位の人。へえ。この星2のキャラとかってどうしたらいいの？やった、サブニラ来た。てか待って、君の使い道を。一体も被らないんだけど、運命のキャラ被ってもおかしくないのに。いやー、マジで貯めてた甲斐あるわ。神引きだわ。最近ガチャ運マジでいいんだよな。セブンナイツでも、セブンナイツでもレギンレーブ貫突したし、最近マジでガチャ運いいよ。あ、ま、待って、これ運、すべては神のおぼし召のままに。マジで 1% 引いたんだけど1% 引いたんですが。いや、マジか。俺死ぬわ。酒が欲しい。1% 来たよね、これ。これ、ゴールドだよね。マジで？本当にマジで？やば！これ、ヒーラー揃った。これさ、普通のアナスタシアと一緒に入れられんの？だとしたら、あれ、しかも俺星1でまたなんかね、あれが違うなんて。あ、星1じゃねえや、運命のゴールドでまた演出違うなんて思わなかったわ。いや、マジかよ。もうガチャやめてさ、あの石返してほしいんだけど。ダメか。やべ、言葉にならない。なんか俺あれっすよ、マンスリーパックしか買ってないっすよ。スーパー美課金の俺がまさかの。
やるべきことをやったまでよ。やお。4.7 って書いてある。強いんじゃない ?4.7。じゃあちょっと運命マイレージ。参ります。どう?今んところさ、運命被ってないじゃないですか。貴様らに浪費する時間などない。また被んなかった。目的のためなら。また被ってないよね、俺。同時出しできないので、育ててる方のアナスタシアにフェイトコアを装備すれば大丈夫です。